渡利町でおよそ40匹のヤギを劣悪な環境で飼育し虐待したとして55歳の男が逮捕されました。逮捕された住所不定無職の池田直樹容疑者は、渡利町内の糞尿が1メートルほど堆積したビニールハウスの中でヤギおよそ40匹を飼育し虐待したとして動物愛護法違反の疑いが持たれています。池田容疑者は虐待になるとは思わなかったと容疑を一部否認しているということです。また4年前から片付けをしていない、ヤギの数が増えすぎ手に負えなくなったとも話しているということです。愛媛県出身の池田容疑者は震災後渡利町に移住しボランティアとして活動していました。付近の住民によると数年前から車の中で生活していたということです。ヤギを飼い始めた目的は被災地の雑草を食べさせて駆除するためで、そのヤギを連れて仮設住宅を訪問し住民に動物と触れ合う場を提供するなどしていたということです。震災の後にですね、いろいろですね、ここに残って、生活した方に支援物資を届けてくれたんですね。やっぱり人のためになんとかしようっていうその気持ちはあったと思いますけどもね。一方で付近の住民からは匂いや鳴き声に関しての苦情が多く寄せられていて、保健所は2年前からおよそ15回にわたり池田容疑者に改善を求めましたが応じなかったということです。このビニールハウスの中ではヤギの他にも予防注射をしていない犬がおよそ40匹飼育されていて、警察は狂犬病予防法違反の疑いもあるとみて調べを進めています。